それでは次のセミナーをご覧いただきますアステリア株式会社代表取締役社長 CEO 平野陽一郎様ですこの時間は桜井キャスターにインタビュアーを務めていただきます桜井さんお願いしますはい平野社長よろしくお願いしますよろしくお願いします先日の報道で IR 有料企業賞2021アステリアさん IR 有料企業奨励賞はいおかげさまで,で受賞されました いたたことができましたで受賞理由選定理由のトップが経営トップの発信力が高くメッセー,セージのある IR 活動を実行している。ということでありがたいことです今日もその IR をしていただければと思いますまず資料でが会社概要を出していただきますと、はい、世界を股にかけて活動しているっていうイメージですよね。 まあまたというか一応5か国に展開しております日本含めコンピューターのソフト汎用ソフトそうです企業向けの汎用のソフトです個別開発ではなくてここをまずご理解いただいた後に社長トリリンガルなんでトリリンガバイじゃなくてトリさっき頂戴したのはこのジンダイコ映りますかここれれねの季節しかよと言わて 冬だけの白人代行ということで、はい、まず最初にここからは <laughs> えと、まあ、社長の紹介から、はい、ここから変わりますか言葉は言語変わりますからねえっとはい、はい、ここからはギャン変わりますからと <laughs> いうわけであじゃあ私の,方の説明よかですかはい、63年熊本県生まれですね、えー、実際この みかんが映ってますけど私自身は、えー、みかん農家の長男として生まれまして、まあね、小さい頃から、えー、4年生大学を出て、えーまあ、公務員になりなさいといそうこないばです、はい、すみません、親父は4代 <laughs> 公務員前をちろってね、はい、いうふうに言ったんですよね。で、まあ、これで育ってまあ4感じで熊本高校という進、まあ、学校に行くことができま えー、そのまままあ熊本大学工学部ですねに、えー、行ってまあ高校の頃からコンピューターしよったということもあって、はい、まあ大学のねこのちょっと工学部のコンピューターの授業がしょぼかったいいしょぼかった <laughs> いやいいものがあるだろうとって言ったらしょぼかったんで、はい、ちょっとあの大学の先輩たちと辞めまして自分でコンピューターはいまな、あ、り合いにし始めたこれが二十歳の時ですね、はい、で、えー、したところがまあスタートアップした 後にまあと日本一のソフトも作れたバッテンが、はい、結局、社長と喧嘩して、ええ、喧嘩した喧嘩して <laughs> まあ辞職してこれ結局、あのーまあ、僕ら開発でですね16ビット時代が来るというところと、えーまあ、今、8ビットがまだ売れているでそこのこう方針の対立なんですね、はい、開発はもう16ビット時代が来るから16ビット開発したい。まあ営業は今 8ビットを入れてるそこに力を入れようとここのちょっと対立があって結局、まあ、私自身は退職をしてどうしたかというと当時あの、お誘い受けてた、うん、ロータスと、はいう会ロータスワンツースリーワンンツツーーーーススリリ有名ですよねこれあの、まあ、実は最近若い人はあまり知らなかったんですけど、はいはい、当時、世界一のソフト会社マイクロソフトよりも大きかった会社に、ね、誘われてたんでこれ東京に出たわけですね。はいで まあそこで、えー、マーケティングを10年間やって、えー、インフォテリア、これあの今、アステリアって社名ですけども、はい、創業の時はインフォテリアという社名で始めまして、まあ、こればあのスタートしたというのが1998年ですね、はい、この時はやっぱりその世界一のソフトウェアベンダーにいて世界の,このソフトの作り方、売り方こういうことがまあ分かったつもりになっとったので、まあ、だったらソフトウェアでこう世界中に貢献しようということで、はい。 まあ、ある意味ソフトウェアのソニーのこたる会社に成りたかということでね、はい、スタートしたのがインフォテリアでしたソフトウェアのソニーになりたか、はい、ということですねはいそうなんですで2018年には東証一部そうなんでして、ねはい、2007年にマザーズ上場で18年に東証一部に来ることができました、はい、ということで、まあ、ギャンを含めて <laughs>、えー、トリリンガルでお話しいただきました、はいえー、18年の10月1日、えー、社名変更されてアステリアはい でここかから普通のの東京の言葉ででよろしいいすかです、ね、あ,ありがとうございます切り替えて、はい、18年10月ですね東証、まあ、一部上場を機として社名をアステリアということに変えました、まあ、インフォテリアはインフォメーションカフェテリアということで情報システムをつないでいくという社名だったんですけどももう今や情報システムだけでなくて例えばいろんな機器センサー ととか、はい、あとはもうシステム以外に人をつなぐとか、まあ、こういったところまでこうコンピュータがえーが貢献するようになったんであ,、まあ、あ,やるあらゆるものをつないでいこうということでアステリアですねアアステリというのはギリシャ語で星座っていう意味なんですよ。はい、まあ星と星をつないでこう形を作る価値を作る、まあ、人間が考えうる一番大きなつなぐものは何だろうと思って考えたらまあ星をつなぐ。 まあ確かにそれ以上はないですねねそれ以上は、ね、宇宙をつなぐみたいなちょっともうイメージできないので、はい、星をつなぐアステリアということで解明しましまたで後ろにもアステリアってこう、ね、流れています、はい、というところで現状、まず会社のことを伺っていきますと、はい、ガバナンス一歩先を言ってますはい、えーまあ、最近、のこのガバナンスで例えば取締役の人数とか言われてますけども、えー、うちは創業の時から実は。 社外取締役2名 2>、はい、ずっと置いてましてもう最近ではここ4年間ですね社外取締役の方が多いと過半数というようなことで、はい、まあ非常にこの外の意見とかステークホルダーの皆さんの意見こういったものを経営に生かしていくということをすごく意識をした経営を最初からやっています、はい、でグローバル社長もともとシンガポールに何年か行っておられましたよね。そそうでですすねシンガポール今のオフィスありますけどそこの立ち上げで 4年近く行っておりましたし、あとはアメリカとロンドンと中国にオフィスがあって、それぞれそこの責任者を、ね、本社の執行役にも,にも入れて、はいで、このグローバルな経営体制を敷いているというところですで事業内容、構成、ソフトウェア、デザイン、はい、そして投資事業と3つになってます、はい3つの事業になってまして、まあ、創業の時から行っているのはこのソフトウェア事業で、企業向けの。 汎用ソフトウェアですね、まあ、以前だとパッケージ今だとクラウド、まあ、こういうソフトウェアなんですけども今4つの主力製品がありますそれからデザイン事業というのは2017年にロンドンのデザイン企業デザイン戦略コンサルティングをやっている企業を買収してスタートした事業ですで3つ目の投資事業これは2019年にテキサスに投資会社を設立してスタートした事業ですということはこの3つ、はい、ではそのアステリアからお話を伺いましょうか、はい つなぐはい、まあ、あのアステリア4つですねプロダクトがあるということをお話ししましたが、えー、つなぐというものがすべてのキーワードです、まあ、最初に出しましたアステリアワープこ2002年から出荷をして今15年連続ナンバーワンをいただいている製品ですけれどもこれは企業システムですとかクラウドをつなぐその後にシステムと人をつなぐハンドブックそのさらに先にシステムと物をつなぐグラビア そして現在では人と物をつなぐそしてアプリがたった3日で開発できるというプラティオこういったところを主力製品として販売していますこれ社長なんでつなぐっていうのをキーワードにされたんですか10年以上前にこれもう創業の時からなんですよ、はい、創業の時は XML というその時の新技術これはいろんなものをつなぐ、はいえー、ヒーゾーンでつなぐんですね、OS が違ってもベンダーが違ってもアプリが、はい、違ってもつなぐというところでやっぱりこれから 23年前、あの創業の時にこれから作るからつなぐというところに価値が移っていくというふうに考えたんですね、それまでは1個で何でも済ませるというオールインワン的なものがやっぱりコンピューターの世界もあったんですが、はい、そうじゃなくてこういろんないいものをつないでいくベストブリードという言葉がありますけれども、そういういうつないで価値を増幅させていくと。 いうところに価値が出てくると考えたので、まあ創業の時から今まで一貫してつなぐっていうのがキーワードです。今つながらなかったら仕事になんないですか、ね。まあそうですね。ね今やあのいろんな企業がねつなぐつなぐとおっしゃってますけども、二十三年前は本当なかったですよね。まあそういった意味では先駆者ということです,そうですね。ありがたいことです。あともう一つ次の場所濃ー度ー。はい。これはどういう意味になるんでしょうか。あ ここれはこの4つの製品が全てノーコードなんですね。私たちはそのつなぐというキーワードの上でこのコンピューターの恩恵を誰もが受けられるようにしないとエンジニアがなくてもそのコンピューターをですね自分の思うように動かすことができるようにする、はい、まあこのためにはプログラミングをいちいちしないといけないのはなかなか広がらないですねですからそのコードというのはコーディングプログラミングのことですけど、はい、コードをなくしてノーコードで コンピューターを思う通りに動かすことができるというのはノーコードですね、ちょっと画面があるんですけれども、はい、まあよくあの映画とかにも出てきます、この左側の黒い画面、えー、これがあのコンピューターのコーディング、行動、はい、ですねで、これをうちは全部グラフィカルに、例えばフローチャートを書くと、コンピューターが動くと。 要はあの仕組みどういうふうに動かしたいかということが分かっていれば動かせるということを四つの製品で実現しています。四、はい、つで実現した。はい。だから実績がなんかたくさんの会社採用してますよね。そうですね。最初その二千二年から出してますこの最初の濃厚度製品アステリアワープですけども今も九千五百社を超える企業に使っていただいてます。十五年連続でこの市場シェア、企業のですねデータ連携。 今、かなり注目をされてますがこのデータ連携のところのナンバーワンをいいただいております、まあ、ナンバーワン、はい、15年連続市場シェアトップ、はい、ということですね。すねあとはハンドブック、はい、これも,これも 徐々に徐々に増えてきましたねねそうです、ね、ハンドブックも2009年に出しました、はいで、2009年というのは実はまだ iPad が出る前なんですね、iPhone しかなくて、はい、iPhone しかないときにこれからこういうモバイル製品がもう企業でどんどん使われるとビジネスで使われるということで出したんですけど、その時はなかなか理解してもらえなくて。はいね そんなちっちゃいおもちゃみたいなものをビジネス使えるかって話だったんですけども,もう2010年になって iPad が出まして、はい、でこれでですね理解が進んだんですね<と>いろいろご理解いただけてて外へ行くとか、はい、そうした人たちに利用してもらっているそうですことが多ここに書いてあるの野村証券さんとかですね、はい、あとはいわゆるコスモ証券さんとかこの金融でもかなり使われましたしあとは下にある学校ですね東高大9大こういったところでもこの情報をモバイルで共有するといったところに 使われています、はい、そしてハンドブックはまたニューノーマルの適用支援これもなっていると、はい、そうですね、えー、これあのハンドブックは2009年ですからこのもうコロナと全く関係ない時期に出したんですけどもこのモバイルでいろんなことができる情報共有ができるということで今回コロナではえ京都の専門学校こちら休校支援を行いました。これあのズームとととかだと線が太くないと ですね、インターネット線が太くないと使えないので不公平になるからダメだという話もあったんですが、はい、ハンドブックはこれダウンロード型でできるので線が細いような生徒でもすぐに使えるということでこういった使い方がありましたあとはあのスポーツ選手が集合して練習することができなくなったんですね緊急、はい、事態宣言中、えー、それをリモートでですね合宿するこれビデオを使ってですねこういったようなことをハンドブックで実現をしたという実績があります。はい そして二つの製品がそこに加えて出てきましたはいまずはプラティオはいそうですね、えー、こちらプラティオという製品ですけれどもノー,コードノーコードで各企業のアプリを業務アプリをたった三日で作ることができるという、はい、こういうツールなんですね今どん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 スマホですとかこのタブレットの利用って進んでます特にあの、はい 個人では当たり前ですけども企業で使うというのはどんどん今進化、はい、浸透していてそこに対してアプリを作るんですねウェブサイトではなくて<い>アプリを作ることができるというものですねこれ24か月、つまり2年間で6.7倍これ売れてます、これあの売り上げの月ご,月ごとの成長ですけどもねこういった形で急成長しておりますこれは業界としては幅広いんですね。 え実際にまあ大企業から中小企業まであと自治体までさらには業界も本当製造、旅行そして小売りいろんなところで使われていますね例えば京セラさんの事例などはこれあの倉庫でですね、はい、倉庫の,この手間がかかる現場の業務を簡単にモバイル化する小国町では例えばこの間の災害とかこういったようなところで、はい 使われている防災ですよね。その現場で写真を撮っても位置情報を燃えて役場に送ることができたり、あとは投票テックって私たち呼んでます。投票テックはい、えー、先だってのあの衆議院選挙。ええ、これ、小国町にいろんなところにこの投票所があるんですよね。うん、で、そこの毎時のこの投票の。 人数の報告、はい、これを前は電話でやっていたところを全部プラティオでやることによって正確に、しかもすぐにコンピューターほぼリア,ルタイムあリアルタイムですね、はい、電話だとあれ、シリアルになるんですよ、えー、順番みたいになるんですけど、えーでまま、しかも間違いがないということで、ま、これもですね他の自治体から大変あの今、えー、これか状況をてコロナ感染者の集計の時でも、かファックスとかでやってましたよね。<laughs> これって プラティを使ったらリアルにできたんじゃないですかあ、まあ、そういうこともありますけどもあ,のあそこはもうアプリ作られたので、はいはい、いいですけどね、まあ、今後、うそういうふうに今、まあ、電話でやってたり紙でやってたりファックスでやってたりそういったところに大いに貢献すするはずで,す、はい、でもう一つ、はい、えとグラビオグ、はい、グララビビオオですねグラビオも同じく、えー、ここ4年ぐらい販売を始めた繊維ですけどもこれは先ほどちょっと説明しましたが IoT いろんなセンサーだとかこのデバイス機器これをつなぐという製品ですね、こちらもコロナで本当に急成長しまして、コロナというのは結局、リモートでやる、つまり人が行かなくてやったり、はい、自動でやったり、こういったことが必要になるものです、でつまりそれは機器を使うんですけれども、このグラビオでノーコードで動かすことができるということで、こちらはなんと 2, ヶ月あ2年間で31倍。 そうですよね。ねさっき六千七百円だと今度は三十倍 <laughs>、はい。まあ、もともとその割と先進の製品だったんで、絶対数が少なかったというのもあるんですけど。このコロナで本当に一気に伸びました。で、社長、あの、もちろん、そのコロナの影響とはあったと思いますけども。はい、そうじゃなくても、はい、世の中どっちにしても、そっちに進む方向に行ったのはスピード感を持っただけの話で。でそうですね。す一度行ったものは戻んないでしょおっしゃる通りです。あの、結局、僕らがやって、ここの、あの、センサーとかもそうですけれども。 もともとコロナがなかったら例えば3年とか5年かかっていたものが本当半年とか1年でがっと早まっただけでコロナが落ち着いたらいらなくなるというものじゃないんですね。はい、もう早まっただけということで考た多分市場はその先をまた求めるんでしょうねということですよね。早まったものがまた遅くなるということはないんでどんどん,どんどん先に起こるようなことがこれに加えて起こってきます。例えばこれ IoT と言いましたけど実はグラビオには AI も搭載してます AI、はいまこのカメラで映したものをです、ねえー、人感センサーで人をです、ねえー、把握をしたり例えばこちらの事例ありますけども、はいえー、例えばこの豊洲の眼科さん、はい、こちらは人数をです、ね、把握することができるんですしかもグラビオはエッジコンピューティングといって,言ってクラウドの次のコンピューティング形態ですから、はいえー、データが漏えいしたりハッキングされる心配がないですね。 で同じようなことで、えー、山梨のこちらの病院の方もですね、もう全館で CO2 濃度のソリューションやってらっていらしゃいます。これ社長、先よく見ますよね、はい、CO2 濃度が高いから密になっているから CO2 が出てるじゃないですかあれ見る人増えてますよねあっち,っちあれ増えてますねただあの置いただけではデータ化されないんですよ、はい、グラビオというのはそのセンサーで取ってすべてデータ化して後から分析できるそして対応ができる、はい、こういったところがやっぱりこのコンピューターでやる魅力ですよね。 これも一歩進んできたと。はい。おっしゃる通りです。で、えっ、ー、と、もう一つ、はい、えっと。ブロックチェーン推進協会の。会長。はい、あ。はい、というか、もう最初にブロックチェーンって日本で言い始めたの、日野さんですよね。あ、まあ、私っていうか、上場企業で、ええ。ブロックチェーンにコミットした最初の企業はアステリアです、ね。でしょ。二千十五年。です。はい <で>ですかもも年前になりますけども推進協会会長をもちろん務められてる、はいる推進協会を2016年に作りましたから作って5年ですね私がずっと代表しておりますで、えーとまあ、いろんなトレーサビリティとかそういった部分にブロックチェーンが使えるんだよということを提唱ししていたただきましたそうですね特にあの仮想通貨以外のところと推進ししてきました、はいはい、そこの誤解は解いていただいた歴史があると思うんですよ、はい、仮想通貨イコールブロックチェーンだけじゃないよというで,、ねえー、で今や これ、バーチャル株主総会もこれ出てきているそうですね。こちらもあのコロナでちょっと注目をされましたが、私たち自身は2017年からこのブロックチェーンの適用をやっています。で、このバーチャル株主総会になった時、全てこう。クラウドでデジタルなんですけども。じゃあその。株主が本当に間違いなく株主なのか、はい、なりすましはないのかとかえ。例えば投票の数が合ってるのか、二重投票ないのか、こういったところを回避するために。はい ブロックチェーンが使えるんですね、まあ、ついあの昨年もなんすかあの実際に投票したものの数え間違いとか、ええ、あの早い締め切りとかありましたけどああいったものもなくなってかつデジタルだとこの漏えいだとか改ざんとかいうところリスクが高まりますけど、はい、そのリスクのところに対応できるのがブロックチェーンでうちはもう2017年からやってきたものをもとにえ今年の株主総会も全部完全バーチャルで行いました実際に出席株主ゼロだったんですね。 でうちのシステムだと同義まで可能になっていますだからこう,こういったあたりも利便性は当然ながら高まってくるし正確性も高まっているということですねそうですねこちらもなんか例えば数え直しだとかそういうことも一切必要ないですしこれどこに通じるかというと将来のネット選挙はい ですね、これもあのいろんな国でなんか再投票だとか不正とかありますがそこにブロックチェーンを適用することでこれを激減させることがでできますすそうですねパンチ間違えたとけわかんないですもんね <laughs> 正確にやるということは重要、はい、もう一つ、はい、その脱炭素型株主総会ってこれはどういうことですかはいこれやはり当社ですねこの中期経営計画でサステナビリティ。 とかにコミットしていますしかもそれを自分たちの事業の中でやる突き足しでやるのではなくて自分たちの事業の中でやるということにコミットしてましてその一つとしてこの株主総会をですねカーボンゼロですね、えー、二酸化炭素の排出を実質ゼロにするということを小国町のこの杉の木とタイアップしてですねで実現したと、まあ、こういったことにも取り組んでいるという一つの例です。はい <で>はい、かつ今、社長の左胸に輝いている SDGs バッジは小国町の杉ですよね。はい、ですからあらゆるものをこの杉にしていくということをやっていますうちのいろんなグッズ例えばカレンダーとかいろんなあのお客様へのです、ね、お土産品ノベルティこういったものをですべ、ね、てウニ杉にするという取り組みをしています。 香りがいいですよね。はい、そして、えっと、デザイン事業ってこれ、はい、直近増えてきた気がするんですけどもデザイン事業については企業向けソフトもデザインファーストだこれはそうです社長どう考えたらいいんですかはいえ、こちらはですねやはり、えー、デザインというものがいよいよ重要になってきていますソフトウェアの中でもですね。えー、ソフトウェアとというところで、えー 今まであの機能ファーストで企業のソフトは選ばれてきました、はい、もう情報システム部門がこう100も200もエクセル表を作って丸×点数つけてですね選ばれてたんですけども今やもう企業用のアプリもクラウド化アプリ化してるんですねそうなると情報システム部門じゃなくてもうそれぞれのビジネス部門事業部門がパッと使ってみて選ぶことができるようになっている。はい、その時にははもう100も,200も機能リストではなくて 使いいいやすかかかかどどううその仕事にフィットしているかどうか、まあ、こういったところが大切になってやはりこのグローバルレベルの世界レベルのデザインというものを念頭においてそれが第一にしてやっていくということを、まあ、2017年英国の企業を買収してスタートしたということです。 つまりここで言うデザインというのは形状だ、はい、形だとかそういうものじゃなくて使いやすさだとか、うんはい、え便利さだとか、はい、企業の本質に合っているかだとかそそうういいいったことを考えていいんですかそうですすかねあの従来デザインというと UI というこのフロントの設計だけだったんですけどもそうではなくて機能の構成だとかそれが仕事の中でどういう位置づけになるかとかそれもっと広い領域での,その仕事のやり方のデザインを含むというデザイン戦略も 入ったのがここでいうデザインになりますあの最近 IT 企業さんの中ではデザインという言葉をよく使い始めておられるんです多分、本社が最初ですよねデザインって言い始めたのまあ2017年ですね、特にあのソフトウェアということでいうと、はい、最初、だからこの2017年にデザイン企業を買収したときに何も関係がないものを買収してどうするみたいなご意見もいただいたんですけれども、まあ、昨今ではそのソフトウェアとデザインの必要性、あとは企業にあらゆる企業におけるデザインの必要性ともようやく理解されてきている。 状況ですよ、ね、デザインというものが今やようやく受け入れられた、そうですね、最初は要するにこのグッズだとかしか思わなかったのがこととでですすねねそうういここれ、ますます進展するということです、デザインこれから、ええ、進展すると思います、日本の株式市場でもあのデザイン戦略コンサルでグッドパチさんとか上場されて、はい、ようやくあの理解が進んできていますから、まあ、私たち自身もこの中継で、えー、この3年間の中で、えー、東京でのスタジオを開始すると。 いうことを宣言しておりますので、はい、まあこちらもぜひご期待いただきたいところです。楽しみにしておきます。はい、それから、えっ、ー、と投資事業はいぶん進んできました。そうですね。投資事業はまだ2019年にスタートしたばかりですけども、実績が昨期から出始めています。うん、で、えー、こちらあのテキサスの方にですね、はい、オフィスを持っておりまして、まあこちらから全世界に投資をするというところで、今、えー、このファンドの規模は22 億円約22億円ですね2200万ミリオンドル万ドルですけれどもこちらで4つの企業に今投資をしております台湾のゴリラ・テクノロジーそれからオーストラリアのイマジン・インテリジェント・マテリアルそれからアメリカのワークスポットそして日本の JPYC ですねこれらの評価,益が、まあ、評価額が上がったり下がったりする、まあ、これがですねうちの その営業損益に影響してくると、まあ、こういう構造になっています、はい、で、えーとまあ、投資委員会メンバー、優秀な方々、私も入っているのはまあ代表で入ってますけれども、この副社長の北原が、これはもう、群を抜いて、このテクノロジーにですね、造形が深いというところです、すそしてデザインのところは、もともとの買収した会社の CEO だったデュサン。 そして何よりも強いのはこの社外取締役の一員でありますアニス・ウッザマンですね、はい、えこちらあのシリコンバレーの現役の VC の CEO でしてもう今年だけでも7つの会社が投資先上場しているという非常に成績のいいベンチャーキャピタルのヘッドですでそういう時の投資のキーワード 4D と書いてありますが。はいはい 4D なんですね私たち自身は私たち自身の製品それから私たち自身の活動もそうですけれども同じように投資もこの4つの D にフォーカスをしています 4D というのはデータデバイスディセントラライズという3つの技術に加えてデザイン4つ目ですねどんなにいい技術があってでそれがあの世の中にもう通用するようになってもそれを人たちが いろんな人たちに使っていただかないと普及しないとこれはやっぱり役に立ちませんから3つの技術とそれを世の中とブリッジをする橋渡しをするデザインというものを真ん中 4D って覚えておくと個人の投資家さんもいいいかもしれない、ね、そうですねこれあの IT って毎年のように新しいキーワードが出てきてこうなんか踊らされるような感じがあると思うんですけどもこれはいろんなトレンドのですねベースに流れる4つの D です。はい、そして決算 はいですけどもえっ、ー、と先日ニケ新聞でしたっけ売上高、はい、純利益率が11位にランクインしたはいおかげさまでいうところですけども、はい、まあ非常にいい業績ですよねそうですねまあ売上まあ増収で、えー、これでも中身を見るとデザイン事業はちょっと減収したんですがそれをか上回るソフトウェアの伸びでですね、えー、好調でしたで。 とにかく利益がですね今回はまあ上場来最高益ということで、はい、まあ日経新聞でもカバーされるとということになりましたで、えー、っとそれぞれの分野で見ていただくとどううなんでしょうか、はいえー、今申し上げました通りこのソフトウェアというのは今、非常に好調でもう2桁成長していますで、えー、まあサブスクというのが伸びが大きいんですけどそれに加えて旧来の企業がちょっっとやっぱりこのデータ連携をされているということで、はい、ライセンスという旧来型のビジネスも大きく伸びていると。 2>, でえー、2つ目のデザイン事業、これは残念ながらですね欧米が中心です、日本はまだスタートしてないということで、えー、この欧米のコロナによるお客様のダメージ、これが影響して減収となっています。で投資事業が先ほど申し上げましたりまり、まあ、好調、えー、成果を出し始めてまして、今回は6億円を超える評価益を計上しています。これデザイン事業今あの欧米ののコロナっていうのが、はい、ただ コロナあ今、ちょっと下火になってますけど日本はですね日本も欧米もこれ進んでるると日本のが追いかけてる感じですよね、どううなんでしょアメリカとか特にうちの証券であります UK、イギリスですがここは全然収まってないんですね、コロナが。これの影響を受けています、また新しい南アフリカ株などもあってちょっとまだ予断を許さない状況かと思います。ととははいいえやっぱりデザインうキーーワド 忘れてはいいいけなとうことですねそうですねこれはもう今後、あの連綿として必要になってくる考え方経営のベースにもなっててくると考えていますでますでああのお投資事業は堅調といったところですし、はい、どうなんですか、そのつなぐっていうことを一筋に続けられてきました、はいはい、けども、えーまあ、つなぐことがこれだけ重要になってきたでさらに重要になるだろうということですがです、ね、平野社長のお考えになるその先。 つなぐその先っていうのはどつなぐその先ですねこれ繋ぐというのは私たちやはり創業の時からまあ50年、100年必要になるあのキーワードだと実は考えています。はい、え階層規律統制の社会から自立分散協調の社会になるそこに役立つソフトウェアを作る、まあ、それを実際に分かりやすい言葉で言うとつなぐというところを実現していくということでつなぐということ自体がこの社会を未来につないでいくと考えています。はい そそれがまあ星座をつななぐよううアアステリアそうですねこの地上のいろんな会社とか人を星に見立ててそれをつなぐことで新しい形価値を作っていこうと考えています、はいえー、とたくさんの方興味深く見ておられると思いますけども平野社長からあの標準語で結構ですね、はい、熱いメッセージを頂戴できればはいアステリア株式会社でございます私たちは本当に今申し上げました通り地上にあるさまざまな人それから会社 さらにはいろんな価値のあるものこれをつないでコンピューターでつないで形のあるものそして価値のあるものにしてそして皆様いろいろな企業ステークフォルダーの皆様と未来を作っていきたいと考えておりますどうぞこれからもご支援ご指導よろしくお願いいたします平野社長ありがとうございましたありがとうございました平野社長そして桜井さんありがとうございましたなおアステリアでは ご覧いただいたセミナーについての感想やご意見をお聞きするアンケートを実施していますアンケートのページは資産形成フェスタの特設サイトにご用意していますご覧いただいております視聴画面の下にもバナー・看板をご用意しています緑色の出店企業アンケートのバナーをクリックしてくださいぜひご協力をお願いします では次のセミナーの準備をしますので第一スタジオの鈴木さん小川さんお返しします第一スタジオですあの衝撃の <laughs> プレゼンテーション、はい、爆笑で始まりましたねなんか一年後、ええはい、来年もし何か一年前を振り返ると <laughs>、ええ これを思い出すアステリアを思い出すことになるんじゃないかなと思いましたそうですね、はい、あの一番最初 IR 優良企業を受賞しました<っ>というのでど,どういうプレゼンかなと思いましたら、はい、のっけから出身高校。<laughs> お父様の顔写真で4、ええ、そうですね。はい、四大に行けと。お父様の顔写真に出てくる I.R. ってあんまりないですよね, <laughs> ですね。はい、大学中退しましたっていうことを標榜する <laughs> 堂々と、ええ、あの表明されるあの I.R. も。 まあないなという気がしますけどね、け <laughs> 抜かりました、はいええ、喧嘩して会社辞めたとか、でですすねねここそんなのがございましたでも数々の開発案件がこの日本一になったり、そうなんですよね今、世界一を目指されたりということで、ええ、まあこれはとても印象に残る、はいえー、すごいつかみだなということであります。はい あの今日、こちらにお持ちいただいた資料だけでなくて私ので過去のホームページを拝見して、えー、っとあいわゆるライブラリーに入っている資料の中からピックアップしてこちらをご紹介しているというものですがあの数々の画期的な製品アプリをあのコードコーディングなくしてアプリを開発するこのハンドブックであったりですねあのプラティオであったりそれからつなぐそのソフトウェアであったりとそれから教育界に。 一番新しいもう全部ひっくるめて売り上げの,の70%がいわゆるストック型という新たに販売を次から次へ誰かお客さん客先を見つけてきて売り上げ立ててもらうということを繰り返さなくても,もう継続課金がずっと続くというところがもう7割ぐらいを占めていると。はい これがこのアステリアの実は、一番ばの,の成長の原動力ではないかなと、えー、まあ今期も史上最高利益を更新するというところですからね加えてあの平野社長の,そのキャラクター人間力ですよね、くまモン出だしくまからでしたね <laughs> 一番最初は、はい、トリリンガルから始まって<リ>えーと思ったらダバイ、ね、いそういうことだったのかということでございます。<laughs> いやーこれは とても印象に残ります。そうですね。はい。なんかあの和寿さんの総括みたいになっちゃいますけど。いやいやいや。もうとにかく私えあのアイデアの塊平野社長のファンになってしまいました。このカラーも、ええ、この緑色もあのすごくあの会社の思いがこ込められている。えあのここちょっとちょっと自信ないのであのインクが最近の最近のせいですこ、ね、れ。<laughs> いいじゃないですか。<laughs> 緑色がとても印象的な忘れがたいプレゼンでしたね、証券コード3853、アステリアのインタビューをご覧いただきました。